証拠、あずさ川さんが来てくれたわよ。サクターさん、私ずっと夢を見てました。高校生になった私が七里ヶ浜の海岸でサクタさんを励ましたりからかったりするんです。大学生になった私がサクタさんのお家に泊まってご飯を作ったり掃除をしたりしてる夢です。違うんだ、それは全部本当のことなんだ。分かってますよサクタ君。全部分かってます。あれが本当の未来だったことも、今が未来だっていうことも、もう分かっちゃいました。そうだよ、そうなんだ。サクタさんはいっぱい頑張ってくれました。だからもう大丈夫ですよ、私がちゃんとやり直してきますから。私とサクタさんが出会わない未来を作るために、サクタさんが悲しまなくていい未来にたどり着くために。お、牧之原さん、牧之原さん。ごめんサクタ、私にはこんなことしか思いつかない。翔子ちゃんすごく頑張ったのよ。だからサクタが翔子ちゃんの宿題を終わらせてあげて、頑張った翔子ちゃんを褒めてあげて。年明けたな。そんなに走ると危ないわよ。足元ちゃんと見て。平気平気、お父さんとお母さんも早く。こっちこっち。サクタ？牧之原さん！